お疲れ様です。古谷なんとかさんって方、私ね、ずっと嫌いだったんですよね。で、この人って、それってあなたの感想ですよねっていうなひな、広きさんのね、言葉として知られている、実は海の部屋なんですよ。なんかね、あの、なんかアメーパかなんかの対談で、古谷さんが、堀江さんとか、それから広きさんに食ってかかった時に、見事にやり込められるのを見て、ざまあ見ろと当時は思ってました。あ、でも、令和新選組の、このね、 えー、演説、古谷さんの見て、あ、ちょっとかっこいいな、とかね、見直したりするんですよね。で、以前別の討論番組で、香港さんが古谷さんに対してものすごくね、嫌悪感を感じてるようなシーンとかがあって、確かにこの古谷さんってなんかね、目つきがちょっと怖いというか、いつも挑戦的であって、人をやり込めてやろうっていう風な攻撃地に満ちてるように私は見えたんですよ。いや、でもね、その何かを守りたいっていう気持ちは、 多分この純粋に日本を守りたいっていうところとか、この国のために何かをしたいっていうところに向いてるんだろうなってことが今回ね、私分かりましたね。で、令和新選組との相性っていうのとってもいいんじゃないかなと思います。まあ私は令和新選組がどうもね、外国人を、うん、国政政党に組み込もうとしてるところっていうのがどうしても気に入らないんですけども、まあけどね、古谷さん自身は今回のことで私ちょっとね、結構ね、好きになりましたね。 まあこれそのものが私の感想なんですけどもねはいということで人の見る目は変わるってことのい,い例じゃないかなと思いますで今後またねもう一回変わってやっぱフリはダメだよねって私言い出すかもしれませんけどもまあ、人は変化の多い、まあ、生き物ですからねはいじゃあ以上です